はい、こんにちは。今回はキャロムショットさんが、カスタムして発売している、ルガー、一応これどうも11以上ありそうなバレルですね、まあ、ターゲットモデルみたいなものをご紹介させていただきます。通常の、ルガーの超重心モデルに対してフロントサイトはこういうちょっとターゲットっぽいものがついていて、でこの辺の中身に関しては田中から発売されている、ルガー P08 そのものなんですよね。でそれにこのフォワードグリップって言いますかね、これをつけていると。でこれはあの簡単にネジで装着着脱可能なんですけれども、あんまり強くつけるとですね、金属で留めてますんでね、これね、こういう感じで傷ついちゃうんで、ちょっと私加減しながら、止めるようにしています。でこのスラッとした、超重心モデルに対してですね、やはりこのストック、これをつけるべきだろうということで、まあこれもこれは田中さんから発売されているストックですね。でこれはですね、まあ、この部分がストッパーになってますんで、これをこういう状態にしてですね、これ本当にですね、あの樹脂製のモデルでは非常に怖いんですけれどもね、こんな細い状態で、これ樹脂ですからね、ですんごいこれ気持ち悪いんですよ。カチッとはまるんじゃなくてニュルってはまってロックという形になります。こういうモデルになるわけですね。全身がちょっと入らないで申し訳ない。これ長物の紹介の時のスケールでやった方がいいかもしれないですね。でこれに対してこれをつけてやれば、まあ、ちょっとした遠距離射撃用のモデルが出来上がるかなっていう感じですよね。どうでしょう、全部入りませんけど雰囲気としてこんな感じになっております。こんな感じになってございます。押村君はですね、グリップがせっかくこういう色なんだから、なんでここだけ木そのままなのみたいなところがあるんですけれども、これもちろん知ってらっしゃる方は知ってらっしゃると思うんですけれども、あのキャロムさんなんかね、体ちょっと調子悪いというようなことをブログかツイッターかなでつぶやかれていたのを、私は見聞きしておりますので、まあ、それで昨年は随分あのキャロムさんのものをですね、何丁も購入させていただきました。でブラックホールっていうイベントでですね、キャロムさんのブースには僕必ず行くようにして、キャロムさんのカスタムそこそこ高いですから、まあ、そういったブラックホールとかのそういう時にですね、安価に手に入れようっていうスケベ心ももちろんあるんですけれども、まあ、そこは確かですね、アルバイトの方も動員したりですね、ちょっと活発にやってらっしゃるところもあって、その辺に好感も持ってですね、お邪魔するようにはしてたんですけれども、まあ、やっぱり、あまり大きな規模じゃない企業さんの多いこの業界ですから、やっぱり体調崩されたりするっていうのはですね、我々にとってもですね、もう存亡の危機と、そのメーカーからの供給が断たれてしまうということになりかねませんので、まあ、そういった意味で少し応援したいなということもあって、このモデルも購入させていただいた次第です。もちろん私もあの大した金持ちでもないし、あのボランタリーな気持ちだけで生きていけるわけでもないんで、限界はあるんですけれども、まあ、そこはそれ、他を削ってでもですね、これにつぎ込みたいと思うような気持ちで買ったんですけれども、これはないだろうと。まあ、ただですね、木材の仕上げ材っていうのは世の中いっぱいありますんで、まあ、これもある意味自分でやれよというあの天の差配かなというふうに思っております。で比べてですね、この田中さんのこれ、さすが田中もっこさん、いいですねこれ。結構ね、昔 MGC の思ってたんですけれどもね。でルガーのですね、ストックといえばですね、あの中に収納、銃自体を収納できるモゼルみたいなタイプのやつが、金属のやつが売られてましたね、昔。これもあの40代以上の方じゃないと記憶にないかもしれないんですけど、
でこれがですね、いくつかの映画あるいはドラマで大活躍した、もう皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。私が一番印象に残っているのはあの名作 G-Men75、関谷警部補殉職編。この時に関谷警部補の命を奪うのは、ルガーの、ストックをつけたモデルだったんだと私は記憶しております。万が一記憶違いだったらごめんなさいですけれども、謝ることは絶対ないと思うぐらい自信もまだ持っております。以前 DVD でね、CS でやったのをね、録画したのはあるんですけれども、そこはカンニングしないで、またそのうちね、絶対ねリマスター版やりますんで、それでね確認してみたいなと思いますね。まあ、どうしてああいうステージ感が出てきたのかっていうと、それ以前のですね、日活映画、それと、まあ、東映映画、まあ、東宝ももちろんそうですね。そういったところではですね、やはりあのプロップガン、当時はステージガンなんて言われたところもありますけれども、この辺りでですねかなり多彩な銃が出てくると。例えば小林旭主演の某ドラマではですね、思いっきり中田のブローニングハイパワー大活躍とかですね、もう時々あの密輸販売してるシーンでですね、その時のモデルガンカタログかよっていうぐらいトランクをカパンと開けるとですね、全部ねあの違った種類のモデルガンみたいなね、本流のモーゼルなんてのもね、この間見た映画では出てきましたね。組織犯罪とかいう映画でしたかね、丹波哲郎が出てたやつですね。まあ、ああいうのをね見るのがですね、古い映画の楽しみの一つでも、あります。まあ、こういったあのオールドファッションのルガーにですね、こういう近代的な、まあ、近代的というか、まあ軍用ですよね、で競技用のバレルをつけて、でさらに、ストックもつけてみると、まあ、こんな楽しみ方ができるのもですね、まあ、モデルガンならではですよね。ということで、キャロムさんのますますのご発展、私は願っております。ではまた。